とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はですね、ミストシャドウの必殺技ランキングなどやっていきます。はい、ではですね、ミストシャドウどんな必殺技があるのか見てみますと、まずダークブーメラン、そしてシャドウサイクロン、そしてミスティックダッシュ、この3つですね。さあどんな必殺技なのか、とりあえず見てみましょう。それではまずはダークブーメランですね。ダークブーメランは、発生も早いですし、隙もない、でさらに、効果範囲が広いっていうことで、なかなかいい感じの必殺技です。まあもう一つっていうところで言うと、威力ですね。威力がもうちょっと高ければ嬉しかったかな。ではこれがダークブーメランだ。さあそれでは続いてシャドウサイクロンですね。シャドウサイクロンは、まあ、範囲はそこそこです。自分の目の前に打って、それが若干移動していくっていう感じで、ダメージはそんなにないです。ダメージそんなにない、うん、まあむしろ低いぐらいだね。でもこれって敵のステータスを全ダウンさせるんですよ。ダウンさせるので、パーティープレイとかで結構使います。うん、敵をチャンスな形にして、でそれでね、周りのみんなが必殺技を打つ前に入れてやると、だいぶねダメージが変わってくるので、おすすめです。シャドウサイクロン。では続いてミスティックダッシュですね。ミスティックダッシュは、まあ、突進技です。まあ、ローラーダッシュとか怒発点、あとパイプラッシュ、そういうやつと似てますね。それプラスで、地雷をね撒き散らしながら行くんですけども、なんだろうな、あんまりダメージが出ないんですよ、なぜか。うん、ダメージが低めっていうのと、地雷も大したことないっていうので、あんまりね、おすすめはしないです。あとね、再使用時間が長い。うん、それがありますね。ミスティックダッシュ！完了だ。はい、ではですね、ミストシャドウの必殺技ランキングやっていきましょう。必殺技第3位。第3位は、ミスティックダッシュですね。まずこれがね、威力が低すぎる。もうちょっとねダメージ出てもいいんじゃないかなっていうぐらいの威力ですね。で再使用時間が長い、うん、待ち時間が長いので、それがちょっと欠点ですね。地雷もねそんなダメージ出ません。はい、そして第2位はシャドウサイクロンです。シャドウサイクロン、攻撃力が低いんだけども、敵のステータスをね、ダウンさせるっていうことで、パーティープレイで結構使えます。うん。パーティープレイで使えるので、まあ一応、2位ということにしておいてください。そして、第1位は、ダークブーメランですね。威力は若干低いものの、まあ隙も少ないですし、再使用時間も普通。うん、で広範囲っていうのが一番いいね。広範囲が一番いい。雑魚戦ですごくね役に立つので、まあミストシャドウの手法として使っていっていいでしょう。はい、まあランキングはこういう感じになっておりまして、スキル構成ですね。スキル構成どういう感じがいいのか、まずですね、ソロプレイだったらば、ソロだったらもうダークブーメラン4でいい。4。もしくはシャドウサイクロン1に、ダークブーメラン3、がいいね。それがいいと思う。で、マルチでやるんだったらば、シャドウサイクロン、まあ1だね。シャドウサイクロンは1つで十分。シャドウサイクロン1のダークブーメラン3。それがね、まあ無難ではないでしょうかね。ではミストシャドウで夜の学校ソロ来ております。いいね、いいわ。うん、範囲も広いし、動きが速いのよ。足が速いっていうのがやっぱ一番いい。
使いやすい。うん。悪さか。HP 高めだね。まあまあ行きましょう。構成は、すべてダークブーメランできてます。危ない。あ、思いっきり食らっとるわ。思いっきり食らった。でも大丈夫。うん、もうちょっとね、やっぱりね、威力が欲しいんだよね。ダークブーメラン。これにね、威力がついてれば、もう最高。いやいや、最高すぎるな。そうなってしまうと。威力はまあ、これぐらいでいいんでしょう。お、ブルブルなってる。うん、これにね、威力がめちゃくちゃあったら、ちょっとチート系だから、ダメだよね。範囲、本当に素晴らしい。この範囲は素晴らしいですよ。うん。まあ、パーティープレイにも、本当にね、向いてるキャラなので、おすすめしたいね。うん。このサイクロンを入れた時のダメージ。まあ、多分、ね、やってもらった人は、あんまり見えてないかもしれないけども、実際使ってる方としては、ダメージが結構変わるので、気持ちいいですよ。気持ちいい。よし、もう一押しかな。必殺技3発入れれば多分沈むんじゃないでしょうか。あー、あと2発だね。よし、え、フィニッシュ。おっと、フィニッシュならなかった。これで終わりだ。まだか。最後がちょっと粘るね。はい。まあ火力はね、若干低めなんだけども、全然使いやすい。足が速いし、うん、広範囲。で、さらに、敵のね、ステータスをダウンさせるっていうので、俺は大好きですね。はい、ということで今日はミストシャドウの必殺技ランキングなどやってみました。ミストシャドウはどちらかというと、パーティーで輝くキャラクターかな。あ、いや、そんなことないな。雑魚戦にめちゃくちゃ強いので。うん。まあ、とにかく、いいキャラクターですよ。大好きですね。はい。では、この他にも12体の妖怪ヒーローがおりまして、それのランキングすべてやってます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴、ありがとうございました。そいや